西魂新選組のチャンネルでございます。日時はですね、2023年9月の9日でございます。はい、今来ているところは東京都青梅市のですね、ビッグモーター青梅店の前に来ております。はい、いやー大変びっくりいたしました。昨日ですね、ビッグモーターの除草剤のね事件で、除草剤をですね撒いたという事件でですね、警視庁が都内の9店舗をですね対象に、捜索に入りました。はい、こちらのですね青梅店も例外ではございません。はい、びっくりいたしましたね。ついに警察の手がですね、ビッグモーターの、店舗に入りました。はい、こちら青梅店の前にある、街路樹でございますけれども、ご覧の通りですね枯れております。はい、うん、除草剤の成分がですね、検出されたということでございます。はい、私はですね、昨日、まあ、台風だったんですけれども、国立店、ビッグモーターの国立店の、ね、前にいました。はい、午前の、ね、10時頃でございましたけれども、そちらの方でもですね、警視庁の捜索が店舗の方に入っておりました。お店のですね、ブラインドがですね、閉まっておりましたね。いやーびっくりいたしましたね。ビッグモーター、もう本当に悪いことをするとね、もう天罰下りますよ本当に。うん、正直にねきちんとお話ししてください。ビッグモーター青梅店、今後どうなるのか分かりませんけれども、除草剤がですね、ビッグモーター青梅店にも撒かれていたということが分かっております。器物損壊事件としてですね、警視庁が、捜査に乗り出しました。現場からは以上でございます。西魂新選組のチャンネルでございました。